カベロデモンテカルロバレエ団、男だけのバレエ団です。Very provocative. It led one to rethink the whole concept of ballet. I love the fact that there is something so fun coming out of New York. 1974年に誕生してから40年、多くのニューヨーカーに愛されてきました。今から彼らの練習を見に行ってきます。アゴラーの小林さんが稽古場を訪ねました。すごいですね、男性ばかりです。中は女の園ならぬ男の園、熱気ムンムンです。団員は男ばかり16人、でもみんな女性役も自在に演じ分けます。クラシックバレエをベースに笑いの要素を取り入れたコミカルなバレエが彼らのスタイル。バレエをもっと身近なものにしたいんだそうです。でもどうして男性が女性役を演じるんでしょうか。 Sometimes boy roles in a regular company, they could be a little bit boring because the spotlight is on the ballerina and the guy is on your partner. As an artist, as a dancer, we are all able to go beyond the normal scope of things. そんな彼らが女性役を演じるときに苦労するのがこのトーシューズ。トーシューズはバレリーナが女らしさを表現するためつま先立ちをするときに履く靴。男性は普通つま先立ちで踊らないので履くことはありません。体の大きい男性がトーシューズを履いて立つと、これが結構痛いんだとか。バレエ団一番の巨漢カルロス・ミラーさん、90キロの体重をつま先だけで支えます。世界各地で年間120以上の公演を行うこのバレエ団、バレエに詳しくない人でも楽しめるように演目は有名なものがほとんどです。本番2時間前、楽屋を覗いてみると、巨漢のミラーさん、まずは入念にひげ剃り、そしていよいよメイクです。化粧道具を上手に使って自分でメイクしています。ミラーさんバッチリですね。When you get to become someone else and you get to transform your face, that's the enjoyable part about the performance, is becoming someone else, you know. I think we all like to dance, but you know, we all like to perform these roles, we all like to take on the character, you know, we all enjoy that. たっぷり1時間かけてメイクが完成。次長来たらこれでスタンバイ OK。 あれ、でも胸毛は剃らないの？I have such a masculine presence on stage because I'm a big guy and I have a hairy chest. 男らしさと女らしさ、このギャップが笑いを生むんだそうです。I mean, it also feels good, you know, being a bigger dancer is... 183センチ、90キロのバレリーナ。どうですか？さあ、いよいよステージが始まります。まずは名作「白鳥の湖」。白鳥に姿を変えられた悲劇のヒロインですが、
愛どころも満載。確かな技術と表現力で観客を引きつけます。続いて巨漢ミラーさんの出番。大きな体を生かした大胆でコミカルな動きに注目です。トロカデロでモンテカルロバレエ団、高い技術と親しみやすさが愛され続ける理由なのかもしれませんね。お疲れ様。すごいね。すごいですね。どうですか。